皆さん、こんにちは。3月13日に開催された U20 女子アジアカップの準決勝で B 組を2位で通過した U20 日本女子代表が A 組1位のオーストラリアと対戦し、5-1で圧勝を飾りました。今回はそんなヤングなでしこの試合内容とメディアの反応、苦戦したオーストラリア選手の言葉を紹介していきます。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。今年の U20 女子ワールドカップの出場権を獲得した両チーム同士の戦い、日本は今大会で3ゴールを挙げたフォワード松久保真中選手が所属クラブ事情によりチームを途中離脱していました。その中で狩野道久監督は1トップにフォワード土方麻也選手、トップ下にキャプテンのミッドフィルダー天野鈴選手を置く 4-2-3-1 の布陣を採用しました。グループ最終節の北朝鮮戦から中2日で迎えた準決勝で前半3分にコーナーキックを獲得した日本はゴール前にボールを入れ、これをオーストラリアのゴールキーパーがディフェンダーと重なりながらもパンチングしますが、ボールはエリア内に高く浮き、このボールに反応したディフェンダー米田博美選手がヘディングでゴールを決め、日本が早い時間帯に先制しました。日本は前半9分にも決定機を作り、ミッドフィルダー角田風花選手からパスを受けたミッドフィルダー辻沢愛選手がゴールキーパーと1対1の局面を迎えましたが、シュートはブロックされて追加点を挙げることはできず、さらに同12分にもセットプレーから辻沢選手がヘディングシュートを放ちましたが、ゴールキーパーに阻まれます。その直後のカウンターで日本は最終ラインの裏を取られると、フォワードペタ・トリミス選手にゴールを決められて 1-1 に追いつかれてしまいました。しかし日本はその後も攻め続け、ボールを失っても高い位置で取り返してオーストラリアを圧倒し、何度もゴールに迫りましたが、ゴール前にブロックを作って守る、オーストラリアから追加点を挙げられず、前半30分過ぎからは日本が積極的にミドルシュートを枠に飛ばしましたが、ゴールキーパーに阻まれ、このまま 1-1 で前半を終えました。そして後半のスタートと同時に狩野監督は林選手を下げてミッドフィルダー大山歩夢選手を投入し、前半に続きボールポゼッションで圧倒する日本ですが、オーストラリアの守備を崩しきれず、後半15分には天野鈴選手の右コーナーキックからディフェンダー白垣優の選手がヘッドで合わせましたが、わずかにクロスバーを越えました。なかなか得点を挙げられなかった日本ですが、後半18分には左サイドからのコーナーキックを白垣選手がニアポストサイドで再び合わせ、流れたボールがディフェンダーに当たってゴールに決まり、日本が2-1と再びリードしました。最少リードながらもオーストラリアを圧倒する日本は、3日後の決勝も意識した選手交代をしながら3点目を狙い、迎えた後半38分、日本は土方選手がエリア内のこぼれ球から狙いすましたコントロールショットを決めて勝利を決定的にするゴールを奪い、さらに同43分には途中出場したフォワード笹井千成選手が土方選手の折り返しを冷静に決めて4点目を奪い、一気に畳みかけます。17歳のミッドフィルダー松永美優選手の仕掛けからオウンゴールを誘発し、5点目も記録しました。そして今試合にて劣勢を強いられたまさかの完敗に、オーストラリアのメディアも脱帽の様子で全てが終わったと声を上げており、 GO メディア10フットボールは公式 X 旧 Twitter 上でタシケントで全てが終わった、日本は2年前のこの年代の世界ランキング2位を彷彿とさせる圧倒的な強さを見せたと、22年の U20 女子ワールドカップで準優勝した実力を引き合いに脱帽の声を上げました。そして同じく GO メディアのザ・ナショナル・トリビューンは、日本はすぐに序盤のポゼッションを最大限に活用し先手を取った、オーストラリアは日本の攻撃の激しさに苦戦したと伝え、日本は前半を圧倒し、シュート数は24対1本、ボール支配率 75% 以上をマークした。日本は U20 女子ワールドカップ2022で準優勝したチームのクオリティを全て発揮した。
技術が高く、よく組織されており、完全に勝利に値したとヤングなでしこを称えています。大会前から日本と北朝鮮が同居するグループ B は死の組と評されていましたが、その犠牲となったのが中国でした。初戦で北朝鮮に1-1で引き分けたものの、第2戦の日本戦は0-2で完敗し、第3戦のベトナム戦で猛攻を仕掛けて6-1と大勝を飾ったものの、あと一歩及ばずグループ3位で大会を終えました。今回の日本の破壊力に中国メディアであるソウフ体育も驚きを隠せず、42-1なんて恐怖でしかないと銘打ち、グループステージ3連勝で、調子が良かったオーストラリアでさえ歯が立たなかった。日本はボール支配率も 77% と恐ろしい数値だ。中国も今大会で日本に0-2で敗れたが、日本のボール支配率は 56% で、シュート数は15本対3本だった。まだ検討した方だったのかもしれないと論じました。さらに、全くもって信じられない強さだ。決勝ではグループステージで0-1と敗れた。北朝鮮との再戦となる。北朝鮮は第1試合で韓国を3-0で下しており、こちらも好調を維持している。再び拮抗したゲームが展開されるだろうと予測し、同中国メディアのシナ体育は、準決勝2試合のパフォーマンスを見ても、日本と北朝鮮の実力が抜きんでており、オーストラリア、韓国との差は明らかだったと解説。その上で、改めてグループ B はとんでもない死の組であったことがわかる。今大会はわずか8チームしか出場が許されていない。不公平だとは言わないが、くじ運が悪かったようだと続け、さらに対戦スタッツを見ても、北朝鮮戦はシュート数が中国の6本対10本で、日本戦は4本対24本と、オーストラリアや韓国ほどひどくはなかった。内容的にも悲観する必要はないと論じています。大会公式記録によると、シュート数42-1、枠内シュート18-1、ボール支配率 73.3% 対 26.7% と、この試合で日本が記録した圧倒的なスタッツが明らかになりました。大敗という形になったオーストラリアですが、そんなオーストラリアはグループステージの時に大雪に相除雪されず、フォワードペタ・トリミスは、あんなところでプレーするのは初めてだったから、かなりの衝撃を受けた。でも最終的にはより団結できたし、みんなでうまく適応できたと思う。雪が少ないスペースを見つけてはボールを出して、ワイドへワイドへと展開した。そこからクロスを放り込む戦法が一番いいと、試合をしながら気づいたのと解雇し、同じくゴールを守ったゴールキーパークロエ・リンカーン選手は、確かに強烈な経験だった。雪と芝でかなり違う状況だったから、雪の上ではしっかり踏ん張れるのに、芝の上では滑ってしまう。最初はみんな困惑していたわと正直な感想を述べつつ、ただ初めての経験だったからこそ得るものもあった。肉体的にも精神的にも、このような障壁を乗り越えていくことを私たちは楽しんでいたのよと言ってのけました。決勝は日本時間の土曜日22時のキックオフです。日本と北朝鮮が決勝で対峙するのは4大会連続。これまで全て日本が勝っており、大会4連覇&通算7度目の優勝に挑みます。難敵を一周した日本は106日の決勝で北朝鮮と対戦します。いかがでしたでしょうか。今回は U20 日本女子代表がA 組1位のオーストラリアと対戦し、圧勝を収めた試合について紹介しました。再び北朝鮮と試合を行うヤングなでしこの今後の結果が楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。